こんばんは。今日もですね、映画の編集中にラジオを撮っていきたいなと思っております。なんかこう映画の編集って、ずっとパソコンと向き合って、音を聞いたり、画面をコツコツ動かしたりとか、そういった作業になるんでね、こうやって話すことがやっぱり気晴らしになったり、休憩時間にこうやって話すことっていうのがすごくプラスになるなと思ってます。で、今日のテーマっていうのが、責任者の役割みたいなことについてですね、話してみたいなと思ってて、で、最近はですね、こういうことをすごく、考えるようになってですね、もともとは僕はこう自分がプレイをするプレイヤーの立場でね、仕事に携わることが多かったんですが、今はいろんな事業、チームで動くことっていうのにね、携わることが多くて、しかも、僕が、責任者になるっていうことがですね、すごく多い、そういう立場になったなと思ってるんですけど、そこでですね、大きな差があるんですよね。例えば、まあ、近々で言うと、今週から、ベトナムの方に行くんですけれども、そこではですね、まあ、国を挙げたフェスティバルで、刀のパフォーマンスをさせていただくんですね。で、僕、ベトナムには5回ぐらい行ってて、そのうち3回はパフォーマンスで行ってるんですよ。で、今までのパフォーマンスっていうのは、僕一人でやるっていうことだったんですね。で、それってプレイヤーの立場だと思うんですよ。自分が、見せたものが評価され、自分が見せたものが良かったらまた呼んでもらえるし、いいねってなると。だから自分のパフォーマンスを向上させることだけをね、考えれば良かったんですけれども、例えば今回はですね、僕プラスうちのジムの、スタッフ陣もですね、なんと一緒に行けることになって、で、そのトレーナー陣も一緒にステージに立って、刀のパフォーマンスをすることになったんですね。で、例えばその場合ってですね、チーム戦になるんですよね。僕一人が良くても、二人が魅力的に見えなかったら、それは失敗だし、三人でやるパフォーマンスっていうのが評価されるし、それが価値につながるっていうことなんですよ。これがチーム戦。で、やっぱ個人プレイとチーム戦ってのは大きく違ってですね、そう、考えることが全然違うんですよ。で、僕が考えなきゃいけないのは、やっぱり3人ともが魅力的に見えるとか、3人ともが見せられるものをやるっていうことをですね、やっぱり徹底的に考えなきゃいけない。で、そうなると、やっぱり厳しい評価を出さなきゃいけないし、苦渋の決断っていうのをやっぱりしなきゃいけないことが、多々あります。やっぱりみんな一生懸命、やっているわけなんで、だけど一生懸命やったって見せられるものでなければ、それはステージでやる資格はないんですよね。だから僕はそれが見せられるものなのか、果たしていいって思われるものなのか、っていうところをですね、全体を見て考えなきゃいけない。で、これがやっぱり責任者の役割だと思ってます。うん。やっぱりそれが、いくらチームだろうと身内だろうと、それはやっぱりそういうステージに立つ以上は何の関係もなくて、僕はやっぱりそういう厳しい目で見なきゃいけないっていうふうにね、思っているんですよ。だからすごく一人でパフォーマンスをするよりも断然難しいし、考えることもいっぱいあるし、うん、そう、自分だったらね、ああこれもう時間ねえな、ここはやめよう、カットしよう、こうしよう、簡単にしようとかって自分で決めてね、自分でやれるからいいんですけど、人に対してそれをやっていかなきゃいけなくなるんでね、すごく難しいなっていうふうに思いつつも、今日のパフォーマンスはですね、すごく見せられるものになりそうだなって、初めてですね、なって、ああよかったなと、これでいけるんじゃないかってね、思えた、ちょっと一安心した日だったんでね、ちょっとこういうことを話してみようかなっていうふうに思いました。うん、やっぱりなんだろうな、こうチームメイトだからとか身内だからって言って、そういう苦渋の決断をしない人って結構いると僕は思ってるんですね。で、その分やっぱり質は落ちるし、うん、ね、いいものを見せられなくなると僕は思ってるんで、僕はそういう責任者にはなりたくないなと思ってて、っていうのは結局ですね、
そのプレイする人も魅力的に見えなくなっちゃうんですよね。その判断をしてあげないと。だから、その人が魅力的に見えないなら変えるべきだし、魅力的な動きをできないんだったらできるものにしてあげるべき。じゃないと、いくら難しいものをですね、やったところで、それが、魅力的に見えない。見せられるレベルじゃない。勝ったら、それは全く意味なくて。うん。だったら、違うものにして、もっと、例えば単純なものとかにして、だけど魅力的に見える。うん、これこそ、僕がやるべきことだろうなと思っているんでね。ちょっとそれを話したいなと思いました。はい。まあ、もうね、嫌でも、何を言っても、今週末には、人の前でね、パフォーマンスをするんで、そこまでには必ず、よし、見せられるなって僕が思うものに仕上げるし、仕上がらなかったら何時間でもかけて、やってもらうし、僕もやるし、そういう意気込みでおりますんで。まあ、多分動画とかもね、公開できると思うんで、そちらの方もですね、ぜひ楽しみにしていただければと思います。まあ、うちはね、フィットネスジムなんで、メインは事務業なんですけど、映画制作をしたりとか、こうやってね、海外でパフォーマンスをさせていただく機会があったりするんで、普通のジムではね、できない体験、そしてできないエンタメっていうのを、お客様にも届けていけるなと思ってて、そこがね、僕らの強みだと思ってるんで、うん。一丸となってですね、ベトナムで日本のパワーを見せていきたいなと思っておりますんで、応援のほどよろしくお願いいたします。はい、ということで、今日の話は以上です。また毎日ね、映画の編集してるんで、気晴らしにラジオを撮っていきたいなと思います。いつもありがとうございます。それでは、失礼いたします。